これ、ね、第5試合ですね。それぞれのキャッチコピーを見逃してしまったんですけど、あの面白いキャッチコピーの、あ、良太郎選手が、良の字がスマホじゃなかなか出ないんです。確かに珍しい。矢吹選手チームトゥーフ、矢吹選手僕多分、あ、チームペインウィンドがチームツーフーってことなんですね。はい、すごいね、橋本くん喋れるね。僕もね、はい、大好きなんですよ、聞くみんの。はい、あ、じゃあもう楽しんでも、はい、そういう感じでもうウェイって言ってればもういいと思います。これ、はい、やっぱサウスポー対オーソドックスになってるから、僕サウスポーだから、はい、そうですね、うん、はい、本当にお互い利き足の、はい、利き足の攻撃が、うん、利き手利き足の攻撃が要、はい、になりつつ、はい、前手前足のね、はい、餌巻きがどうできるかが、はいはいはい、ウェイ、おー、赤コーナー、そうですね、良太郎選手は赤コーナーだけど、まあ、この矢吹選手の方が勝ちぼきは先行してるんですね。そうですね、6勝3敗、じゃあ僕らは赤を応援しましょう方眼連敗中ですからね、今ね、そう、いや、そう、絶対黒星先行もうひいきしますから、ご了承ください、はい、そう、頑張れいやー、でも、おいおい、でもまだ1分半、そうですね、様子見てる感じでもないけど、お互い強い攻撃は出してますね。そうですね、うん、ただ連打につながまだ効果的な攻撃にはなってないかな、うん、なんか矢吹選手は結構でも落ち着いてる感じはしますね。そうですね、おお、良太郎選手の方がタッパーがない分中に入りたいですね。そうですね、うん、中入りたいけど、矢吹選手が割と長い蹴りを出してくると、うん、うい、お、いいミドル、うい、お、肘ない、いい肘、いい肘、あれで肘膝混ぜると、そうですね、うん、でもなんだろう、お互いサウスポー対オーソドックスの、はい、お互い利き手利き足の勝負ですね、結構、はい、うん、おう、ラスト30秒、早い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 、おお、おお、蹴れ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 、しっかり止めろ、蹴れ、あと20秒、この最後の20秒の印象ってでかいですよ ね、 すね、ジャッジに本当にやっぱり、おい、今も今ああいう、うん、聞いた感じじゃなさそうなんですけど、聞いたっぽく見えるそう、ね、そう、はい、とかは印象的に、うん、特に後半はどうしてもね、ね、やっぱ疲れてくるし、おお、ああ、どうだろう、ポイントはまあ、うん、つくかつかないか、そうですね、イーブンに近いけど、でも最後のあのフラフラちょっとフラフラとしたのがね、はい、見た目ジャッジによっては分かれるかもしれないけど、はい、本当に、はい、でもこれは、はい、あれですね、良太郎選手としたら、はい、この勝ち越しになるかの、ね、そうですね、踏ん張りどころだし、そうですね、きっと矢吹選手はでもこの戦績だとこのままベルトに向かって弾みつけたい一戦だと思うから、はいはいはい、矢吹選手が今見てもらったんですけど、はい、2008年にデビューしてて、はい、9戦しかしてないっていう、で年も僕と一緒なんですよまあブランクがあったんですかね、年一もやってないぞそうですね、でさっきここにいたおじさんと一緒ですね竹村先生のおじさんおじさまと素敵なおじさんはねそうですね、僕すごい仲良しなんです竹村さんとその辺の事情が分かんないですけど、はい、ブランクがあったのか、そうですね、はい、でもそんな感じの動きではないですよ ね、 そうですね、うん、はい、動き的にはそうだから、でも1個34、そうですね、ですよね、はい、86円だと、うん、はい、まあ、2ラウンド後半ぐらいからスタミナの、うん、スタミナもね、3ラウンドでも出てくるから消費が、はい、
笹谷さんは年齢を重ねて、はい、やっぱそういう体力的ななんかそういう衰えとか感じるんですか。じゃあ多分そうするとこの話止まんなくなるから大丈夫ですか。あでも、はい、僕多分感じてないです、はい、あそうなんですね。僕多分一つ多分才能っていうか、はいはい、超鈍感力なんですよ。あまだ旬が来てないと思ってるんでもう少し先かなって。おなるほどさすが。おちょっとそうですね、ちょっとでもキレが亮太郎選手の方が、はい、ちょっと矢吹選手疲れてきたか。あの時間はたっぷりあるから。そうですね。うん。おお、ナイス。なんか自信持ったのか、亮太郎選手がなんか自信持って立ってますよね。うん。一ラウンド目より動きがいい感じがします、ね。詰め方が。選手って本当試合いいのが1個当たるとすごい自信になるんですよ。はいはいはい、なりますなんかありませんかってね。逆に相手は警戒して動きが硬くなったりするので一発いいのもそうですね。本当にディフェンスの上手い対人とかとマスとかでもやると、はいはいはい、やる気なくしますもんね。そうですね。何していいんだかって本当に。おい。さああと50秒。まだ大きい場面は山場はないですね。決定的な場面はないですね。うん、ちょっと。おうそうこれなるととにかく肘膝出さないと止めるあ、まあ、そんなに差はない感じですよね。ラスト30秒おお、はい、あと20秒あでも、うん、前出ろラスト10秒おい、まあ、なんか亮太郎選手はセコンドの声もよく聞こえてるのかなっていう感じがしますね。やっぱササヤンジャッジは亮太郎選手ですね、はい、今やっぱりちょっとアグレッシブにね、はい、このラウンドはやっぱり手数攻戦的だから、はい、ちょっと失速してますね。そうですね。3ラウンド目出てこれるのか。疲れたのか。まあ、これはえあのあれですけど、この他のこれこっち書いてあるのかな。いやこの。いやいや。はい。それ何でも言っていいって言ってましたもんね。あ何でももう。これね過去のあの戦績そう、はい、過去3戦ぐらい入って書いてくれてるとね。はい、僕もさっきちょっとこれ身長とかも書いてないからちょっとダメ出ししたんで。それね僕の仲間からも、はい、お客さんからも言われたことあるです。そうなんです、うん。分かんないんだよねって。そう。そうですね。そうなんですよ。ちょっと竹村さんにね。きっとこの声が届くことを、そうですね。なんかコメント欄とかにどんどん言ってください。そうですね。不平不満ダメ出し、はい、ぜひコメント欄でお願いします。はい、あ僕らには温かいコメントで、はい、ぜひお願いいたお願いいたします。お願いします。すごいもうセンチなんで落ち込むんですぐ。でさあ笹谷さん、はい、アンチとかいなそうですもんね全然。いやいますよ。僕。10年前ぐらいかな、はい、顔が向いてないからやめた方がいいよって言われたことありますから、ね、きついっすね、はい、もうそういう人のおかげでメンタル強くなりましたけどね、はい、僕自分で自分の顔をなんか格闘家向いてないかなって思っちゃいますよね、はい、でも絶対ね、はい、結果でみんないますからね、あそうですね、そう勝てばあ顔は関係ないんだねっていうし、はい、ですよ。さあでもちょっとそうそう頑張って出てはいるんですけど、矢吹選手も膝を出し出したから、ね、やっぱ長身だからね。ここのでも数で負けたくないですよね。うん、うんあんまり差はないですかね。格闘なんですかね。キックボクシングって見てると本当簡単そうですよね。なんでそこで肘打たねえんだよって。竹村さんとも言ったんです、うん。外から言うのは簡単なんですよね。本当に簡単なんです。やるの大変なんですよ。ねみんな思いっきり殴ってきますからね。そうであの首相撲の時ひじって思うけど、はい、あの思ったほどこう組んでる力がすごいから、ね、出ない動かないですよ ね, そうですねやっぱ警戒そう相手もお互いしてるからそう、はい、だからそうやっぱこうやって膝打ちながら隙を見て肘打たないとダメですよね、はい、いきなり肘打とうとしてやっぱりあの健太選手、はい、僕2回やらせてもらってるんですけど、はいはいはい、彼はね、はい
うまい、もうイラつくぐらい手数をもう組んでる時の肘膝肘膝コツコツコツコ ツ, コ ツ, コツもうね、もうムカつくって思うぐらいね。いや大好きですよ、仲いいですからね、ペンタ君も仲いいですからね。この前餃子を買いに来てくれた。そう、今練習仲間なんで。あ、そうなんですね。今練習近所なんで練習させてもらって、すごいいい練習させてもらってます。なんかまだ決定打が、そうですね、でもまだ動きますね、まだ50秒、本当3ラウンドでもこの最後の50秒って本当にきついし、ね、どっちに転がるか分かんないから、もうぜひ注目して、もう一発いいの、逆に一発単発になっちゃうから、おお、いい、そうですね、出てきましたね、矢部選手が、手数、これはでも、そのジャッジを泣かせです ね, そうですね、難しいな。ここで攻めるとやっぱ印象いいですよね。今の矢吹選手が続けられれば、あ、いいですね、パンチがすごい当たる、お、打ち合 い, いや、ちょっとこれダウン出るんじゃない20秒、ちょっとこの最後の後半は矢吹選手の印象が、そうですね、まだもうあと10秒、これは言いたくなる、ラスト10秒、あ、ちょっとこれ ね, 印象いいね、これはですね、はい、ササヤンジャッジ、ササヤンジャッジ、はい、まず3名の結果はまだ言っちゃうんです、まだ終わってない。あ、危ない。11ドローですね、僕の予想。3人のジャッジを予想して11のドロー。僕としては、僕はやっぱり29-29かな。うん、そうですね、確かに。ただ29-29か、はい、30-29で亮、はい、太郎選手かな。その3ラウンドの上垣選手の方がポイントまでの、はい、ダメージっていうのではないけども、2ラウンドのただね、アグレッシブさは完全に亮太郎選手が取ったなとは思うから、なるほど、どうでしょう。アンティドポイントをお知らせいたします。コメントの方々も難しいと言っています。30-29、赤コーナー亮太郎。まあそうですね、そういうことね、そういうことね。 1が入る、赤30-35、1-0、もう一票が、ジャッジファイナー30-35、1-0か、1-0のドローでしたね。こういうの何当たりって言うんですか、まあ、かすりましたね。そうですね、かすったね。